見えてる？見えていますでしょうか？聞こえてますでしょうか？始まってるかな？ほら、あ、違った。始まってんのかな、これ。聞こえてる？これが始まってますね。はい。あ、本番は始まってる、聞こえてよかった。いつも不安なの、これ。どうやって始めてんだっけなって全然忘れちゃってるんで。声は聞こえてる。BGM がうるさかったりしてない？大丈夫ですか？スキッドローツをかけてんだけど。大丈夫ね。大丈夫かな、じゃあこのままいくか。ということで、こんばんは。聞こえてるんだね。はい、こんばんは、皆さん。お元気でしょうか。あれかな、俺の誕生日以来ってことかな、これね。かなり久しぶりですね。はい、よかった、よかった。じゃあ、ということで、ぼちぼち始めましょうか。ライジングムーンツアー2021、ファーストインテンション、決起集会ということで、みんな、お酒持ってるから。じゃあ、乾杯、プシューッ、乾杯。ってごめんね、結構フライングしちゃってます。はい、美味しい。ね、みんなもちゃんとなんか飲んでるかな、お酒とかね。はい、乾杯。もうね、9時なんていうと普段もうねすでにベロベロなんですよ、僕は。なので今日はベロベロにならないように飲まなかったんだけど、もうなんかもうこれ1本がさっき飲み始めちゃったんで待てなくて、ちょっとねフライングしちゃいました。そうなんですよ。もうね、ツアーが近いということで、みんなで、決起集会っていうかね、しようと思って、やっぱ急に思いついたんだけど、打ち上げっていうかあるじゃないですか。打ち上げがね。打ち上げじゃなくて、すぐに3本目やるな。そうですよね。打ち上げに対して、こうやってライブ前に、こうみんなで集まってやるので、打ち入りって言ったやつ。ちょっと、打ち入りって言うとあれだけど、怖いイメージ。打ち上げなくて。だから、それをみんなでこうやってね、できるっていうのは、いいことですよね。はい。ということで、楽しくやっていきましょう。そう。で、前に、誕生日の時にやった時、あの時もツアーの話したもんね、確か。だから、結構前から決めてたもんね、今思い返すと。で、1本目、11月の2日が豊橋ですよ。この間もカレーうどんが美味しいとかね。で、その時にね、ライブハウスさんが、クラブノットさんというところで、初めてやるんだけれども、そこの方のね、計らいで、ちょうどその日が、何曜日だっけ？木曜日かな？違ったか？火曜日か。平日じゃないですか。ちょうどその日だと、ご当地 FM があって、そこが、クラブノットさんとちょっと提携してるんだ、ね。地域の FM 局があるじゃん、その街の。で、そこでなんかこう、ゲストとして出て、みたいな話になって、それまだ正式決まってないんだけど、そしたらその辺のね、豊橋とかその辺の方々は多分、電波が届くと思うんで、聞いてみてくれたらいいかなと思います。
あとね、今日ね、メンバーにも一応言ったんですよ。見て、って。あと、こう、コメントに乱入して、って言って。メンバー来たかな？あ、真央山本来たじゃん。入ってしまった。真央。そう、カレーうどん食べようね、真央くんね。真央ですよ、ね。相変わらずイケメンの真央くん。ね。真央くんとはこの間、ブルーノートでも一緒にやったもんね。すっかり超売れっ子。真央山本ってね。山本真央。山本山。ね、そうなんです。あと、丸さんもそのうち登場するんじゃないかな。野村はどうかな。あの、雄一はどうかな。ね、カレーうどん白い、そうなんです。白いシャツ着てるときに、そういうね、ミートソースとか、ね、カレーうどんとか食べたくなるのはもう、定説。人間の心理ですね。そう。だから、豊橋初日でやって、カレーうどん食って、シミだらけにして、衣装を真っ黄色にしましょう。それで、次の大阪ビジョンです。2日目は。で、その日は、祭日じゃないですか。その日には、これはもう告知したんですけど、生配信をやります。なので、やっぱりどうしてもツアーとかね、来れない人って、いると思うので、そういう方はお家で、配信で見ることができるので、それ楽しんでもらったらいいかなと思います。まあ、なんつうの？コロナつってやだなって言っても、そういう、なんだろうね、副産物じゃないけどさ、そういうのが、できたよね、こういう生配信とかもそうだけど、今までなんかやろうとは思わなかったもんね。こういうコロナの中でもね、配信とかもそうなんだけど、そう、それがまあ唯一つってあれだけど、なんかコロナの怪我の功名じゃないけどね、なんか良かったかなと思うね。友達が真央くんのファン、やろう。いや、いいな。イケメンだもんね。あ、お家で見るの、お家で見てね。配信は、大阪と福島でやります。で、一応、そういうことまだね、発表してないんだけど、その日本だけにしようかなと思って、配信は。ね。そう。今日のおつまみは何ですか？そうなんです。ね、いろいろ買ってきたんだよ今。こう、一度は食べていただきたいと切れちゃったんだけど、贅沢なチーズタラ。これうまいよね。チーズタラって俺あんま好きじゃないんだよ。だけどこれはうまい。チーズがちゃんと美味しいんだよ。このなんか贅沢シリーズってなんかこれ以外にもなんかあったかな。なんかこれじゃないんだけど、これのなんか高級版みたいなのが確かあったと思うんで、これも確か美味しかった。よいしょ。あとこれビーフジャーキー、この胡椒がいっぱい。そうだね、ナトリばっかやな。てかまあファミマだからな。そうだ、カルパス、カルパス美味しいよね。なんでカルパスって、ジャッキーカルパスとかいいじゃん。なんなの？ジャッキー佐藤だったし。知らないよね。ジャッキーチェーン。そうだ。2019年の竹田さんの、竹田さんが、マサオさんとやったライブを、マサオさんとやったかな、私に。お、マサオさん。なるほど。マサキさんか、イクオ、あ、イサオくんか、多分両方ってことかな。マサキさんとイサオさんとやったライブがマサオさん。
ね。そんなことないな。今、伊佐夫くんかな ?2019 年だから、多分そうですね。伊佐夫くんとやりましたね。スパークムーン。スパークムーンライブってことね。うん。ツアーで、バイオリンのサオリちゃんとかね。うん。あ、まずとりあえずね、ビール飲んだんですけど、どうしよう。あのね、やっぱね、なんていうの、男は黙って、宝焼酎なの。わかります。この定番のおっさんの酎ハイみたいな。これ大好きなんですね。わあ。いただきます。うん。これだね、伊佐夫さんのね。うん。うん、失礼、大丈夫。まさきさんも見てるかもわかんないから、見てねえよな。うん。まさきさんも忙しいもんね。そう、ね。そう。で、まあ、ツアーの話に戻りますが、まあ、大阪ビジョンさんで、配信があります。で、その次なんですけど、金沢なんです。で、金沢はすごい楽しみで、僕、行っていて、間、中日も撮ってあるんですけどね、ゲートブラックさんというところで、まあ、これ、バルさんからの、おすすめというか、バルさんが、前に、ユウさんとやって、そこでいい箱だよということで、あ、じゃあ、ちょっとやってみようか、金沢やったことないからということで、軽い気持ちで決めたんだけど、しかもね、平日しか撮れなかったんだよね。平日の金沢ってね、やっぱかなりね、もう、ほんとビッグダディ家族ですよ、ツイッターと思ったら。ほんとに、もうみんなで鍋しようかぐらいの感じで、ね。から今からでも、ちょっと、こう中痛くなっちゃったって会社休んだり、なんかこう副反応でとかって会社休んだり、ダメかな、ね。金沢いいとこだからね。ちゃんとこう見どころもいっぱいあるし、美味しいものがねいっぱい待ってますから。美味しいこれが、ね。うん。そう、前にも言ったかもわかんないけど、なんとか市場、大海市場とかだかな、そこでこうやって自分で海鮮丼作って食べたりとかね、そういうのすごい美味しいところなんですよ。はい、ハイボール、スパークムーンまた見たいね、このうちできたらいいんですけど、ほら、でもゆういちくんが泣いちゃうの、スパークムーンだと、ね。そう、メンバーもね、ゆういち久しぶりだし、まあ、もっと久しぶりなのって、やっぱりバルさんですね。本当にバルさん久しぶりで。なんだっけ、一緒にやっぱりこう音出したときにね、ちょっと本当にね、感無量になりましたね。グッときました、ね。うん。いや、久しぶりにバルさんとできて、ですね、幸せですね。うん。やっぱりね、ドラムの人って、本当ね、不思議なもんで、ボーカルってもちろん、歌う人によって、こう、声のね、質があるんで、違うんじゃないですか、もちろん。で、ベースとかって、いろいろななんかエフェクターとかかますんで、まあちょっとこう、いろんなものついちゃうんだけど、ギターとかもね。だけど、まあ、基本的にやっぱりその人の音がするんだけど、ボーカルの次ぐらいに、ドラムっていうのは、その人の音がするんだよね。それが不思議なもんで。バルさんって言うと、ああ、これはもうバルさんだなっていう感じのサウンドとかで。まあ、今回のツアーのやっぱり一番、なんだろうね、大きい見どころの一つかな。バルさんがまた一緒にね、バルさんとやるっていうのがね。そう。もうパーカー姿が、ね、パーカーこんなの、なんかもう10年くらい来てんじゃないの。それ大げさだと思うんだけど、かなり前にいただき物なんですけど、もしあげたよっていう人いたら、私あげました。
ってところあったかいんですよ。最近寒くないですか？寒いよね。まだね、僕布団出してないんです。布団出してないって、普通の布団じゃなくてタオルケットを出てるんで、バカみたいでしょ。だから寒いっていつもタオルケットも。もう布団出そうかな。あと、じゃがりこも買ったよ。これ、チーズ味。こういう、今回の見どころの一つなんですね。で、金沢に、行った時にね、これも、もう公表します。クリニックやろうと思って。それもまた多分ね、何人来てくれるのか分かんないですけど、これはひょっとしたらあれだぞ、トランプできる感じじゃないかって。分かんないですけどね、これも。で、せっかくこうね、やってくださる、宇都宮ミューズインさんっていう、楽器屋さんなんですけどね、で、そこでやるんで、もしですね、こう、なんか、温泉とかに行こうと思ってたかもしれないですけど、そういうね、もう予定のちょっとこう、合間を縫ってですね、夕方、一時こうクリニックに来てくれるなんていう人がいたら嬉しいな、なんて。ね、ベースやってなくてもいいんですよ、別に。なんだろう、ちょっとしたこう、デモ演奏みたいなのするので。え、うちのおじさん、お父さんはまだクーラーつけて、マジ、あ、もう覚えとくんじゃない地球に優しいお父さん。ね、羽毛かぶってクーラーつけて、わかる。気持ちはわかるな。気持ち良さそうだな。いいかもしれないね。あ、クリニック行きます。やったー。たくみさん、お待ちしてます、クリニックね。あ、じゃあ一人はいるってことね。ああ。ね、神奈川。ね、神奈川は、でも、お客さんが何人だろうと。まあ、クリニックね、まあ、ライブでね、お客さん。この日はちょっと少なめだけど、頑張りますよ。楽しみ、絶対楽しもうね。そして金沢が終わったら名古屋、6日は名古屋は土曜日、これも安定の名古屋ムジカ、ね、で名古屋土曜日やって、まあ、ゆっくりちょっと泊まって次の日のんびり帰ろうかな。あ、やった、打ち上げの模様を配信。ああ、なるほど。そうしようか。生配信は、できるかな、モバイル Wi-Fi で響きかな、まあ、でもね、おっさんの打ち上げ汚いですよ、多分。だけどね、ライジングムーンバンドはね、そんな飲まないんだよ、みんな。言っても。まあ、僕と魔王くんぐらいだね、結構飲んで。でも、グランロデオの打ち上げとか見せらんないですからね、とにかく。大変なことになります。だから、ライジングムーンは、ユーイチもそんな飲まない、バルさんもそんな飲まない。まあ、マオ君はまあ飲むけど、僕とマオ君ぐらいなんで。で、そんなにぐっちゃぐちゃな感じにはならないんで、お店できるかもしれない。上半身裸になって腕相撲大会始まって、そういうことはないです。ねえ。そっか。でもね、こう、なんか、携帯で YouTube とか撮るんだけど、いつも。今はパソコンでやってるんだけど。で、携帯でね、なんか撮って、で、後でまとめて YouTube にするのもいいかな。YouTube といえば、あれなんですよ。YouTube の登録者数が、まあ、今日久しぶりにこうやって見たらね、980人ぐらいだな。あと20人、お願いします。
20人とか、お友達か、ね、お父さん、お母さん、ね、こう、登録してもらえたらですね、今日せんに、本当、みんな来るかな。あと20人、ね。まあね、登録者数はね、それはまあ、僕の努力次第ということだと思ってますけどね。最近上げてないからね。ね。で、まあ、こう、西方面のツアーで、あと1週間近く行くんですよね。うん。それで、東京に帰ってきて、11月の13日に福島に行って、で、福島も、生配信が、ですね。福島のシームーンさん。でシームーンさんはね、いつもね、なんかね、美味しいもんいろいろ出してくれるんだよね。すごい、こんなごちそうになっちゃっていいんですか。あ、今日登録しました。ありがとうございます。グッズ販売はありますか。グッズあるよ。マスク作ったじゃん。マスクと、あと、メンバーがそれぞれ CD を作ったりとか、かなとかね、まあ、あとね、今回 T シャツとか作っていないので、チェキはまたやろうかなと思います。だから、なんかみんなほら、チェキ結構好きだもんね。で、福島から帰ったら、なんかグランルードさんが、あるんでね、なんかアニマックスと、あとファンクラブイベントで、そこで、それを挟んでから、また後半戦、今度、横須賀、東京という感じなんですね。ピックか、ピックね、前に作ったんだよね、でも僕、ピック使わないんだけど、あ、U1 ピックがあるかもしれない。ね、今のところ乱入してくれてるのはあれかな、真央くんぐらいかな。おーい、はるさーん。おーい、ゆういち。いいかな、シームーンの料理をしようか。美味しいですよね。そうか、前は、こんな会食ができる時代だったんだよね、うん、おや、ファンクラブイベント参加される、あ、こういうのって言っちゃいけなかったのかな、キラーン。そうだ、ね、なんかほら、昼と夜とあるじゃないですか。で、夜はライブってことで、ライブは出ますよ。あ、ゆういち、はい、そっかな、ゆういち頑張ろうな。ゆういちも最近なんか髪型がちょっと違うよね。違って、うん、ちょっと前の、感じなんで、ちょっと伸びてるな。マオ、はい。バルさんはいないかな。昨日来た、切ったんかい。どんな感じにしたの、ゆうちくん。ゆういちさんはなぜか靴がピンク。そうなんだよ、あいつ靴がピンクでね。うちらリハーサルスタジオがみんなもう本当に想像がつかないぐらい超高級スタジオでやってるんですよ。だからね、高級スタジオなゆえにね、こうやって靴脱がなきゃいけないのね。で、靴脱ぐとゆういちのね、まあピンク、靴ピンクなんだよね。ドピンクで。めっちゃピンク。もう例えようがないピンクだよね。そう。でね、そう、スタジオはね、あまりにもこう、クオリティが高いんで、ね、ドラムがさ、こうやってバルさんがさ、ものすごい勢いでトクタクトクタクトクタクって叩くじゃない。そうすると、こう、下ゴムシートが引いたんだけど、それがね、こう、それごと、こう、
バルさんの勢いで気がつくとね、1メートルぐらいね、バルさんがこっち迫ってくるんだよ。だからもう、1時間ぐらいで1メートル。時速1メートルぐらい。時速1メートルじゃん。時速だもん。時速1メートルぐらい、バルさんが進んでくる。そういうスタジオなんだ。気づくとバルさん近くなってる。ね、マゴー君、マゴさんのチェキには友達に持って、ガレン、やってください。ほら、そのお題です。どうですか、カルさんが自動的に移動してる。ん？ああ、そうなんですか。まあ、自動というか、彼の自力なんですけどね。ドラムの、要するに、マットごとね、こう動くんだよね。だどこまで動くかっていうの、ちょっと今度実験してみたいんだけど。どこまで進めるか。ねえ。こう、タタ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 ってこう。まあ、そんだけすごい一生懸命キックを踏んでるってことですよね。はい、こんばんは。そう。まあ、そんなね、リハなんて、こう、みんな見たらびっくりしますよ。こういう。ね、本当激しいね、うん、あバルさんも相変わらずパワードラマーでよかったですけど、久しぶりにやったけどね。で、まあ、またツアーの話に戻ると、今度は横須賀でね、そのグラノーデオさんのイベントを経て横須賀で、前に、こう、なんだろう、横須賀の名物は何だろうっていうことで、カレーじゃないよって話したの覚えてますか？ねえ、覚えてるかな？カレーじゃなくて何だったっけ？正解は出るかな？カレーっていうのは割と、その大昔の海軍の、なんかそういう名残で、ちょっと町おこしじゃないけど、そういう形でね、カレーっていうものを。そう、チッピ、チッピ、キラさん。そうなんですよ。タコス。メキシカンタコスが、横須賀の名物。まあ、名物、隠れた名物？隠れた横須賀の名物ですね。ドブイッタの。うん、うん、また懐かしい味食べたいなと思うけど、まだやってんのかなみたいな話をこの間したんだけど、でも本当の横須賀の名物を教えてあげようか。これは小倉屋さんのお稲荷さん。小倉屋さんのお稲荷さんって多分ね、ここで見てる人、分かる人はね、一人もいないと思うんだけど、僕の実家が小倉屋さん、和菓子屋をやったんですよ。で、小倉、小さい蔵って小倉屋さんっていうね、横須賀で和菓子屋さんに来てて、で、まあ、親父とかおふくろがね、お稲荷さんをね、油揚げを煮るのね。うん。それで、こう、ご飯入れて、で、こう油揚げ。住んでおいなさんできるんだけど、それがね、子供の頃食べてね、すごい味が濃いので、甘いなみたいな思ってて、で、よくさ、他で買ってきたなんかおいなさん食べるとすごい味が、なんだろう、こう、そんな濃くなくてあっさりしていて、ちょっとね、それになんかね、ちょっとなんか都会な感じを感じたんですよ。で、なんかうちのは、ね、味が、ね、濃くて甘くて、なんか田舎の煮物みたいな感じで真っ茶色になってて、で、それがなんか、田舎くせえなぁと思ってて、で、そういう街で売ってるようなお稲荷さんがさっぱりしてて好きだったんだけど、でも今思い返すと、その、めっちゃ、こう、濃い色した醤油と砂糖がたっぷりなんか入ってるようなお稲荷さんがね、すごい懐かしいなと思って、うん、食べたい。だから、もう、ね、親父のお稲荷さんに食べたい。
親父のお稲荷さんが食べたいって言うともうちょっと変態っぽい。お父さんのお稲荷が食べたいよね。まあ懐かしいなって。で東京ですよね。第一国、はい、いらっしゃい。今日も仕事だったのかな。今日は山手線がなんかあれみたいなね、なんか止まってたみたいなね、うん、工事で、うん、ああ厳しいな、参加してくれるとかね、そう濃い色のねやったんですね、美味しかったね、うん、やめなさいってあれか、親父のお稲荷さんにあれね。明日もそうね、電車が止まるのかなって思うね。ね、そう、まあツアーにはみんなそう暖かい格好してお出かけくださいね。うん、特に福島とか金沢とか相当冷え込むと思うんですね。横須賀今回のツアーだ。あ、本当ですか。いらっしゃい、横須賀へ。でね、横須賀のライブハウス、カボチャやってるんだけど、めっちゃ狭いから、あれ大丈夫なのかなっていう感じ、ね。だから、多分ね、僕こうやって演奏してるじゃん。ほんとね、こうやって演奏してると、この辺にお客さんいるようなイメージ。多分。かなり密になってるけど、大丈夫なのかな。で、ステージもね、高さこんくらいなんですよ、多分。こんな高くなくて、こんくらいかな。だからほぼ、目線が同じみたいな感じになるんで、かなり、なんだろう、近いんですよ。横須賀は。やばい。密。ぎゅうぎゅうまでいかないようにはしてるんですけど、キャパ半分で抑えてるんだけど、かなり近すぎると思う。うん、まあ言ってみればちょっとイメージ湧かないな、俺も。もう久しくやっていないのでね。まあ、で横須賀が終わったら今度東京で、で、ゲストさんがいよいよね、飯塚と笹井くんが出てくれるってことで。で、いつだっけ？昨日かな？発表したのは、南ちゃんが追加公演で出てくれます。イエーイ。そうね。前に南ちゃん出てもらったんだけど、その時はね、シークレットっぽい感じだったね。まあ、遊びに来てくれました、みたいな形で。横須賀って立ちですか？そうです。立ちです。お触りしちゃいそう。そうなんです。しちゃいそうなんだよね。大丈夫かな？そう、すいませんってことで、うん、そう、まあちょっと話がねちょっと前後してしまいましたけども、そうなんですよ、追加公演、そう、東京で立ちですか、そうなんですよ、東京はですね、おそらく立ちに、なるか、まあギリギリちょっと椅子を置けたら置くかもしれないんですけど、というちょっと状態なんですよね、うん。置けたら椅子を、置ける会場では椅子を置こうかなと思ってます。だけど、ライブ始まったら、こう、うん、まあ、立ってくれたら嬉しいな、感じがしますね。うん。そう。ねえ、そう。ライブはお酒飲めるんですか？ライブはお酒飲めるんですか？ライブハウス飲めるんじゃないかな？うん。思いますよ。もう緊急事態宣言でそういう世界観ではないので。そうですね。だから東京公演は、多分椅子とか置けない感じになるんじゃないかなってちょっと予想してます。うん。
だからまあちょっとあの地方と東京都ではちょっと違う感じになるかなっていう雰囲気ね。みなみちゃんが出てくるのって本当にあのすごいことだなと思って、行くときにはね、ありがたいなと思って。で、あの、アークストームの笹井康夫だよ。それと、まあ、飯塚と、それと、あのみなみちゃん。あのもうね、なんかまあ、ロックとかフュージョンとヘビーメタルと、アニソンとの共演。もうね、ごったまぜみたいな。まあちょっと僕もね、やってるのがもうそもそもごったまぜなんで、そういう感じなんですけど、もうね、ごったまぜですよ。なんでもあり。だから、笹井くんとみなみちゃんがどう絡むのか。まあ、絡むのか、絡まないのか。あなた次第ってことですけども。ね、みなみちゃんと笹井くんがどういう風な感じを見せるのか。ね、ちょっと僕も楽しみだなと思うんですけどね。乾杯した、あ、遅れてきた人そうだよね。あ、じゃあ、改めて乾杯したいと思います。じゃあ、ツアーの、成功をですね、祈願いたしまして、皆さん、グラスを持ってください。はい、乾杯。うん、だから焼酎ハイボールはうまい。うん、はい、皆さん ね、お仕事だったのかな。お疲れ様でした。マオくんべー4個べーねえ、髪伸ばすんですか。そう、今ちょっと絞ってんだけどね。まあ、ちょっと模倣図すぎて、どうしましょうか。あ、髪の毛どうします？じゃあ。切りますか？それともこのままちょっと伸ばしてみますか？あのね、切ったらもう、なんだろう、伸ばすのにはまた大変なんだけど。伸ばし続けて、あ、やっぱ切ろうって切るのは簡単。そこが難しいんだよね。まあ女子はもう、それもずっと繰り返してるから。長いの。で、もうこの一言でね、ちょっと伸ばしちゃおうかなと思ってね。腰まで伸ばしちゃおうか。まあ、腰は大げさですけど、そうですけど。じゃあちょっとこう、本気に書いて。いや、長いのより短い方が好きです。まあ、どっちも好きとか言われたら、本当もう、こっちもね、好きになっちゃう。気をつけてね。長いのか。そうなんだ。じゃあもうちょっと伸ばし続けちゃおうかな。かかとぐらいまで。どうしましょうね。いいんですよ。ちゃんと短い派がいても、それはそれで。あの、坊主の滝田さんが見てみたいですけど、短い派。ありがとうございます。短い派が好きですね。薄くれるぐらい。なるほど。ということは、あんまり短すぎない方がいい。薄べるぐらい。うなじが好き。長いんだけど。うなじ好き。男のうなじってどうなの？需要あんのかな？ね、まあ、長いと言ってもね、いろいろこう、限度はあるんでしょうけどね。伸ばしてください。マジで？じゃあ、ちょっとしばらく、そんな、昔みたいにばっかりとか、まあ、切らないと、ね。ツアー途中で、なるほど。新しいアイデアだね。ちょっと開けてみよう。ジャッキー・カルパスのジャッキーってなんだろう。ね、さっきも言ったけど。定番にしよう。うん。需要が、そう取れる。まさにそうだね。うん。本当。うん。美味しい。ジャッキーカルバーズ、やっぱね、もう、開けた途端にこう、ニンニクがすごい効いてるからね。肩ぐらい。もう今ね、肩ぐらいになってるんだよね。
かなりもう赤くなってる。大丈夫か。意外とね、赤くなるんだよ、ロケットに。おぉ。ねえ、じゃあ、ペーパーカルパスも止まんなくなるよね。あのさ、この間、こんなラーメンの写真あげたじゃん。ほんとね、あれもニンニクも、ほんと、マシマシって、あの、マシよりも、マシがダブルなんだけど、ほんとにね、ニンニクがすごくて。うん、ああいうラーメンもね、なんかね、食べたくなるんだよね。なんかこう、たぶんツアーとか行って帰ってきたら食べたくなる。もう病気なんだよね。で、まあ、なんでも、労働さんでもなんか土日が多いじゃん。で、土日行って、東京に戻ってきて、なんで、はーっともうね、心身ともにね、なんかもう、ずーっと疲れちゃうの。で、ああいう二郎系ラーメンを、なんかこう、チャージしたいと思う。でね、こうやって、這うようにして、行くじゃん。そうそう、スタミナ、スタミナ。それで、ラーメン屋に、こう、二郎系のラーメン屋に着くじゃん。そうするとね、月曜定休。ガクーってなる。なんで二郎は月曜定休なんだ。そう、サラダです。あのサラダでございます。マシマシのサラダでございます。あれをね、たまにね、こう注入しないと、そう、ね、元気が続かない。髪かき上げるの。こういうやつ。ちょっとラーメン食べてる。これいいですよね。それで、まあ、ライブの話に戻りますとですね、さっきゲストでみなみちゃんに来ました。みなみちゃんに来てもらって、前はカバーが、今回もカバーは多分やると思う。やると思うとか、うん、やるんじゃないかな、ね。で、今回は彼女の曲、オリジナル曲もなんかやっぱりやってほしいな。で、ちょっといろいろ彼女とお話し合いというか、ね、メールとかやってみて、ちょっとオリジナル曲もやってもらおうかなと思って。もちろん、ギター飯塚さんにしてなので、栗林みなみファンも納得してくれるかなって思って、うん、割と久々の感じも聞けるかもしれない。それまだここだけの話ですよ。こういうの言っていいのかどうかわからないよね。まあ、ここだけ、みんなだけ。ね、で、まあ時代がコロナでさ、でライブも消毒したり、検温したり、まあ、マスクしてね。まあね、こう、マスクとか、そういうのはしょうがないよね。もう今、時代があれだからね。で、声援も出せない。とかできないし、ヘドバンとかも、ちょっとこう、他の人に気を使ってできないじゃないですか。ね、僕のライブ来た人はわかると思うんだけど、パンパパン、パンパパンヒューからのヘドバンとかって。PPPHHB とかって、ね、やってもらったりとか、そういう、なんだろう、昔からやってたノリができない感じだとちょっと嫌なんで、ちょっと秘策を考えました。これで、ちょっと今、初公開なんだけど、これメンバーにも言ってないんだけど、これです。これが、いや、ヘドバン禁止じゃないんだけど、ちょっとなんかほら、思い切ってやるのもさ、なんか、はばかれるかなっていうふうに思う気遣いをしちゃう人がいるかなと思ったので、これ
を、これはね、ライジングムーンポンポンって言います。いや、ヘッドバンできないんですねってあるんで、ここでじゃあちょっともうはっきりさせる。ヘッドバンはしていいよ。ね、軽く。だけどほら、人、やっぱりさ、なんかこう、感染症動のこうのって言ったらさ、こう、人に当たるぐらいの感じだとちょっと、今嫌がる人もいるかなって思うので、ということでございます。それでこれ、そう、真央山本、これがですね、君たちも言ってなかったけど、ポンポンがあるのね。これを、とりあえず用意しました。いっぱい。で、これね、さっき作ってみたんだけど、これがね、で、これ、こうやってゴムがついてる。ここに、こういう黒いヘアゴムみたいなのを、これで、手にも入れられるし。で、これは、あれなんですよ。つうかね、なんで思いついたかというと、僕ね、ステージにいるでしょ。で、ステージでみんながヘッドバンとかこうやってやってくれると、すごいね、こっち盛り上がるでしょ。わかる？わかるよ。だからね、なんかこう、ウェーとかさ、こういうのがさ、やってくれると、演者は盛り上がる。で、ヘッドバンもその一つで。だけど今、ちょっと、そういう、ヘッドバンとかそういう感じが厳しい。ね。で、あれば、これが、こうやってたらヘッドバンに見える。そういうことです。これ、疑似ヘッドバン。偽ヘッドバンなんだけど、みんながみんなこうやってたらさ、僕らさ、すごい、わあなんか盛り上がってるなっていうふうに感じれるんです。そうなんです。もちろんこうやりながら、こうやってやってもらって、全然いい。まあ、人に当たんなければね。そう。じゃあ、こんなのをね、じゃあ用意した。で、今から、ちょっとこれ、作ってみようかなと思います。ね、まず、こういう状態になってる。こんな、こういう、こういう感じになってる。まあ、普通のリボン状のものなんけど、これを、なんでしょうね。無人のさ、地方に行く無人の野菜売り場みたいな。ああいう感じで、無造作にこうやって置いとく。でね、カラーバリエーションが、今これは、ブルーとゴールド？うん、なんだけど、他にね、4種類ぐらい、全部で5種類ぐらい発注したんで、例えば赤と銀とか。なんかそういう、いろいろあります。黒と銀とか。うん。あと忘れちゃったんだけど、なんかいろいろあるので、好きな色を取ってもらえばいいんだけど、でね、野菜の無人機のあれみたいに、なんかこうやってね、いや、ただでもいいんだけど、なんかね、ちょっと投げ銭的なあれですよ。スパチャ。投げ銭の感じで、別に10円でも20円でも、いいので、なんかこういう、なんだろう、ライジングムーンボックスって言ってます。なんかそういう箱を置いておきますね。そこにこうやって投げ銭してください。本当に。それで別に、もう、今日は何も持ってないですから、それでいいです。なくていい。だけどなんかそういう感じで、お気持ちだけ入れていただければ。これじゃあ実際作ってみます。まずね、まあ、こんなね、説明書も一緒に入ってて、ここにほら、ライジングムーンポンポンと、ゴール、ブルーゴールド。まあ、バリエーションはいろいろある。で、なんかいろいろこうやって作るみたいな、こう書いてあるの。で、これも何枚か置いとくんで、それ見てもらってもいいし、実際今やるんで覚えてもらえます。こうやって、こうやって、1枚ずつとりあえず、ちょっと盛り上げてみる。この前にこれちょっとねじったりとかするとね、いいんじゃないかな。一枚ずつ、こうやって持ち上げて。結構な、これ枚数なんだよね。だからさ、みんな入場したら、
そこの、なんだ、物販のところに置いてあるのを、ちょっとね、これね、そう、お一人様ね、一個にしてもらいたいなと思って。で、ツアーを通してね、使ってくれたら、いいかなと思うんですよね。また持って帰ってね。んで、これ素材は何だろう？これ、セロファンみたいなやつなんで、これね、キラキラしてるし、光る棒あるじゃない。ああいうのじゃなくても、一応キラキラするし、めっちゃ軽いし。そう。そう。ねえ、こんな感じで、これね、置いとくんで、だからね、みんなね、こうツアーに行って、また1週間ぐらいやって、空いて、次違う会場って言ったらね、忘れずに持ってきてるんだよね。これを、とりあえずこうやって開いていって、結構な枚数なんだよね。こんな感じでございます。ペンライト。そう、ペンライトじゃなくてこれで、もちろんね、ペンライト的なやつ、あれでもいいよ。うん、で、まあ、こう、逆側もね。で、とりあえず1枚ずつ、なんか丁寧にこうやって起こしてくださいとか、丁寧ではないかな。まあ、こんな感じです。ね。ビヨーンとこういう。あなたもまたビヨーンと。こういう感じですね。で、これで、こうやってね、持ち上げるだけだとね、やっぱり二次元というか、なんだろう、こう同じ方向にしかなっていないので、こんな感じ、これだとちょっとボンボンっぽくないんで、これでちょっとなんかねじったりとかして、根元のね、ここにこういう留め具があるんだけど、この辺でちょっとねじったりとかして、それでさらに、全方向に行くように、なんとなくこう、広げていって、だからみんなね、入場したら、まず、電通するって言ったら、豊橋で、この作業がある。無心でこうやって広げてください。開演前です。こんな感じで、まあ、思うですね。広げていただいて、綺麗な感じでね、広げていただいて、もうね、いろいろ説明書書いてあったけど、よくわかんない。はっきり言って、文章が。なので、このね、僕の今の動画を見て、アーカイブ残るんで、何回か見て、要は、適当に広げればいいんだなっていう。こんな感じ。そう、無心で広げろ。すべこず、すべこで言わずに広げろ。ということで。はい、広げました。でね、これでね、終わりじゃなくて、このね、最終的に、まあ、一番上と一番下をね、結べって言うんだけど、どこが一番上か下か、もうすでにわかんないんですよ。一箇所、なんか対角線的に、対角線上にあるものを、これ結ぶ的結ぶで、ほら。そうするともう、こんな感じですよ。それでさらにこう、形を整えれば、ポンポンの出来上がり。で、ここね、ゴムがあるんで、見てこうか。ね、で、ね、一人さ、一個こうやってやって、で、隣の人もこうやってやってたらさ、ほら、言葉にしてるに見えないんですよ。割とこう、ね、そうそう。こうやってなってると、俺らは、ステージ上から見て、うわ、盛り上がってんなと思って、アドレナリンとか、エンドルフィンとか、わかんないけど、全部出て、盛り上がるんで、よろしく。ということでございます。ね。
なんかポンポンが、グッズじゃない、グッズっていうのかな、あのね、応援グッズだね。そして、ちょっとこれを活用したい。で、これね、これね、今までで、ね、黙ってたんだけど、こう、他のライブで多分やってないでしょ、これ。そう、チアガールみたいな感じなんだけど、他の、なんだろう、アーティストさんで、これやってるとこは多分ないと思うんで。だから、ちょっとね、あんまりね、言うと真似するところが出てくるんじゃないかなって思って。なので、これね、ポンポン。意外と簡単だし、ね、お手軽なんで。これ実際で、だから買って2個でね、200円ぐらいなんで、そんなに高いもんじゃない。ね。だから、ね、安いもん。だからね、みんなね、あんまりお金入れなくていいから。1000円とか入れるとあれなんで、そんなに入れなくていいよ。これだから上げてもいいかなと思ったんだけど、ちょっとまあ、投げ銭的な気持ちで。お願いします。はい、以上ね、ポンポンの話だったね。これちょっとひらめいちゃったんだよね。これさ、ポンポン、ポンポンいる？ポンポンやってるとこある？情報。フローが？なるこ？出しましたなるこバカでもなりものなプープーとかやつ、あれね、太鼓とかね、そういうのはまさきさんのライブでも結構なんだろう、配信ライブとかでみんな騒げないんでポンポンポンとかやってね、ポンポン、これはそう、こんなにないでしょ。これね、こうやって、まあ、軽く指に入って、こうやってやるだけで、ヘッドバン気分が味わえる。V 字ヘッドバン。これです。ね、ロンリーファイター。みんなでポンポンやった。ロンリーファイターポンポンやった。ポンポン。キャンドゥの MV で、なんかこの、チアっぽい感じでやったっていうのがあったらしいんだよね。トニーファイターっていいと思うね。そう、中木さんの太鼓ね、太鼓使ってるね、ライブね。そう。なので、ポンポンの、業務連絡でした。ね、ところでバルさんいる？さっきユウイチとマウ君は返事してくれたんだけど、ね、バルさんもバルキャスとかね、やってますもんね。で、なんかツアー中にもね、バルキャスっていうのをね、ちょっと、やるようですよ。ツアーは僕も楽しみなんです。でも、こう、今できる範囲内でね、みんなでこう、盛り上がっていければいいかなっていうふうに思いますよ。寝てるのかな。だからまあ、そうね、バルキャスとか、まあ僕の YouTube とか、そういうのをツアーにちょっと絡めていきたいなと思ってますね。移動とか、まあ出発からちょっと撮りたいなとは思ってます。まあ何しろね、本当に車1台で、大の男4人が乗って、ギャーンと行くんで、なかなか、ね、他の、なんだろう、ツアーとは違うよね。新幹線とかそういうんじゃないんで。
それもまた楽しいかなって。そうね、うん、あとさ、みんなから何か質問ある？さっき何か打ち上げはどんないいとかさ、いろいろあったじゃん。そういうのあったら受け付けますよ。ライジングムーンヘドバンボンボン、いいね、ヘドバンボンボンか。そういう名前、今ね、真央君からお名前いただきました。ライジングムーンポンポンじゃなくて、ライジングムーンヘドバンポンポン。ライジングムーンバンドヘドバン、長えわ。ライジングムーンヘドバンポンポンでいいだろ。それでも十分長え。プレゼントは、プレゼントですか？みんなはもういただけるんですか？もちろんいただきますよ。今ね、そういうのを拒否してるところもあるかもしれないね。ちょっと感染、ね、防止ということで。野球のメガホンみたいな。そっか。それで何にわーって言って言えないもんね。パンパンパンってやるのかな？うん。車での移動気をつけてください。はい、本当だね、うん、なんかあったら本当シャレになんないので十分気をつけます。あ、ごめんね。あ、差し入れですか？喜んで、うん、アフターパーティーね。そうなんだよね。ちょっと難しいですよね、今は。うん。そう。先が割れてる目が、いや、そうだね。多分、こういう、うん。他の方がメガホンって言ったら、多分それだと思うよ。なんかパン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 ってなるやつだよね。まあ、あとね、企んでることはね、ライブの、その、入場時から、ちょっと、まあ、これを作ってもらいつつ、ちょっと楽しんでいただけるように、ちょっとね、楽しんでいただけるような対策もいろいろ考えてます。入場時、みんなが入ってきて、ライブが始まるまでに、なんかこんな、なんだろう、テンションが上がるような、そういう工夫をね、ちょっと今考えてます。ライブの声出しってまだダメなの？どうなんですかね。基本的になんかマスクしてイエーイとか言うのはどうなんだろう。ありだと思ってね、マスクなしでやるとやっぱりちょっとあれかもしれないけど、この間竹内さんっていうローカルの方と DTR プラスっていうの、昔のX のベースのタイジーがやってたバンドのバンドでベースにいたんだけど、それでホールでやったんだけど、結構みんなワーとか言ってたからね。なのでその辺も徐々にちょっと解除していかないと、ね、声出しに関してはもちろん歌ったりとかするのはハミングでみたいな、そういう形ではちょっとやろうかなと思ってるんだけど、お客さんにねこうやって来るのはね。だけどまあ多少なんかイエーイとか言っちゃうぐらいはいいんじゃないかなと思うんですよ。お話とサインその辺はね、ちょっとね、そうね、あんまりこう、ほら、あんまりこう、お話しして、こうやってって言って、なんかあったらまたあれだからね。だから、ライブが終わってからのっていう話だと思うんだけど、それはちょっと、極力、ジェスチャーで、物販とかもジェスチャーとかね、行くような感じになるのではないかなと。必
要最低限の会話は、じゃあ僕らもマスクしてありがとうございますとか、そのくらいのことはあるんですね。全くの無言だと、ちょっと味気なさすぎちゃうので、それくらいはあれですけど、ちょっとだから、なんだろう、ちょっとトークをこうね、したりとか、そこはちょっと、そこまでは厳しいかなって感じですね。そうそう、さっき言った西新井のね、そのホールの話なんですけどね。そう、声出しは 50% だった。あ、そうなんだ。そういう、あれだったのかな、指定が。5割ほどでお願いします。線引きは難しいけどね。滝田さんの苦手差し入れ、うんとね、ないの。あのね、苦手な食べ物って、僕ね、この世の中で、今のところね、一つだけと言っても過言ではない。なんでしょう。あの、まあ、あれは何なのっていうか、みんな食べたことないと思うんだけど、わさびピスタチオですか。あのね、嫌いな食べ物なんですけどね。あの、草屋の干物ってある。僕、魚の干物大好きなんだけど、大好きがゆえにね、草屋の干物はね、あれはね、お前なんてもの作ったんだって。そうですね。赤髪の毛着て結んでるだけ、結んでるだけです。そう。だから、この間の予定の時より、長いですけど、この辺はちょっと、トップは切ったけどね。そう、トップ切りました。いや、そうそう、食べ物の話、草屋の干物って多分、皆さん食べたことないでしょ。あのね、何なのね、あの、わざわざね、魚の内臓の腐ったみたいな汁に漬け込むんだよ。だから、それで、漬け込んだものをさらに干すんだけど、ちょっと保存食みたいな感じになる。っていうものなんですけど、なんか旨味が増すっていうのは、俺のね、バカ舌ではそこまでがよくわかんない。うまみの前にこの臭みがね、うまみより臭みが強すぎてね、このちょっとね、無理。あるんだ、実家で家の中で焼いたんだ。怒られたんだ。面白いな、すももさん、なんてことをするんだってことで。そう、うまみをね、うまみをね、感じさせる前のね、臭いイコール、前じゃないよ、お前。マオは。ともみさん、こんばんは。スルメが好きで、スルメは美味しいよ。だからね、草屋に関してはね、ちょっとみんな食べてみてくださいよ。なんでこんなことすんだって。なんでわざわざ臭い汁につけなきゃいけないんだって。お前さん。なんでわざわざ臭くするんだいっていう。意味がわかんない。チェキあるよ。チェキを、チェキをね、やるんだけど、ほら、みんなさ、こうやってくじ引きみたいに引いてもらったんだけど、あれじゃなくても、ちょっと、ね、私がこう、物販やりますから、その時に選んで入って渡します。それで、何人もがこうやってちょっと触ると、ちょっと、ね、なんかあるとあれだから、タキタキンだけがこう、蔓延する感じで、そうなんですよ。俺がなんか持ってたらね、蔓延しちゃう。その時は謝るんだ。
ブルーチーズも臭いけど、ブルーチーズはね、ちょっとかじってワインも美味しいよね。草屋は授業で焼きましたか。授業？なんつう授業？体験授業。草屋を授業でやる。滝田さん自ら物販するんですかって。あのね、地方公演ではそのようにいたします。東京公演ではちょっとスタッフというか、前にこう、一緒にこう前座でやってくれたランガイナとかで、レディーか、マキさんに手伝ってもらいますけどね。物販、地方公演は僕が、タキタキンがばらまかれるわけです。注意してください。物販で草屋売ろうかな。もう、出禁になる。食品加工、そういうのがあるんだよな。滝田君は漏れなくついてきますね。そう、一般的に、そうなんです。去年はね、とりあえず何でも一人でやったっていう。まあ、今回もその延長で、やっぱりあんまり人数をね、スタッフとかも広げずに、自分たちだけで、こじんまりとできるところはこじんまりしてやっていこうかなと思っています。マスクは購入せん、おー、爆買いですか。まあ、そんなに常識の範囲内であるから、一箱くださいとか、ちょっと無理です。いくつ作ったんだっけな。あのね、数がそんなにない、150ぐらいだったかな。なので、ちょっと覚えてないんですけど、150だったような気がしましたね。うん。マスク。そうか。だけどいいよ。例えば、ね、友達とブームっていうことで、ね、2枚とか3枚とか。どうしよう。でも決めた方がいいかな。お一人様5点まで。今決めた。うん。タキタキ。そうだよ。強くなるよ。2つ欲しいです。いや、5個まで大丈夫だ。タキタキンかな？タキタキン2つって。そうなんですね。まあでも、ここ、まだね、言えないことがたくさんあります。ほんで、地方公演は地方公演で、めっちゃ楽しいと。これは、本当に、言ってはいけないことなので、言えないですけど、言えないことがいっぱいあります。だから、焼酎美味しかったぞ。でね、こんなの買ってきちゃった、これ。白ワインのミニボトルなんだけど、グラスも用意してます。もうね、これを、はい、全部入れました。もうみんなもお家で飲んでんのかな？何飲んでんの？何を飲んでんの？イーチコとかね、さっき言ってる人もいたんだけど。うん。カルパッパ、そう。うん、
そういけないけど、全チケットありがとうございます。横須賀も地方公園。横須賀も地方公園です。まあ、言えないことはいっぱい。うん、そういうことは言えない。何も言えない。レモンサワー、梅酒、いいね。梅酒ってなんだろうね、美味しいよね。プロテイン、おお。プロテインを飲んでらっしゃる。すごい。いや、まあ、ビール安定ですよね、美味しいよね。で、ゆういちとか何飲んでんの？ゆういちはあれか。なんだろう。なんか甘いお酒とか飲んでそうだな。ゆずサイダー割り、おしゃれですね。うん。あ、真央くん、カレーを飲んで。カレーは飲み物っていうね、ことですよね。うん。なんでお前、水分補給しとんねん。なんで OS1 飲んでるの、一応。あ、タバコですか、一服しましょうよ。ね、タバコも吸ってたから美味しさは知ってるんだけど。今、高くなりましたよね、タバコね。本当に。500円ぐらいで。残念だ、飲むのおかしい。で、カレーと OS1 だもんね。アホかっちゃう。OS1 ね、本当にね、ライブのステージドリンクでね、一時期出してくれてるところがあった。本当、あれはね、効果的めん。ポカリスエットなんてもんじゃない。ライブの時ってね、今思い出したけど、ライブって過酷なんですよね。最近なんか、3時間とかのライブやってないから、ちょっと忘れつつあるんだけど、そういえば、ライブって超すごい重労働。で、なんだろう、水分がどんどん飛んでくる。体重もね、1本のライブで、なんかね、ほんと大げさじゃなくて、なんか2、3キロ痩せちゃうぐらい感じだったね。なんか主に水分なんだけど、やっぱライト、今ね、ライトが LED なんで、だいぶいいんだけど、昔は普通の電球みたいなやつで、ステージ上を照らすと、これはね、すごい灼熱で、で、その中で激しい動きをしているから、ほんとね、どんどんもう体中びしょびしょになる。うん。それでね、ただね、いろんなミネラルが抜けちゃうからね、こうね、指とかつるんだよね。で、ロデオさんなんかのライブでもそうなんだけど、こう、指をつったり、足をつったりする、こう、方程式がだんだんとわかる。で、どういう時につるのかっていうと、こう、うわーって盛り上がってって、ドーンとクールダウンするでしょ？盛り上がってクールダウンして、それで体がちょっと冷えた時に、さあ、なんかやろうと思うと積むっていうね、そういうシステムだったので、ちょっとね、経験で学んだんだよね、僕はというか、多分、飯塚とかも学んだんだと思うんだけど、だから、飯塚さんとかよくガーってやって、アコースティックコーナーで、アコースティックギター持つと、この辺、切って釣って、
弦一本しか押さえられないような感じになって、ボロボロになって、あとへこむみたいなのがよくある。結局ね、そうやってダーンってもう盛り上がってって、汗かき尽くして、こうやってダーンって体が冷えて、そう、こう、MC が、ね、座ってアコースティックコーナーで冷えて、MC が、まあ5分ぐらいあるじゃないですか。で体が冷えたところで何かやろうと思うと、もうね、つっちゃって。そういう、なんか、要はね、こういう時にするんだなって分かった。だから、ちょっと対策を練って、そういう時に体を冷やさないようにする。まあ、ちょっと、面白い話で、モダンストレンジカウボーイってことある。で、あれで、39度のところで飛んで、つって、もう、ジャンプして、足つって、で着地して、するのが治る。そんなのも経験したし。要はね、ステージ上はね、もうみんな、誰かしらがどっかを釣ってるっていう。で、バルさんなんかも両手釣ったりとかして、やってたりとか。そう、DTR だな。DTR じゃないな。これね、スキッドローなんだよね。スキッドロー。今までずっとスキッドローが流れてたんですよ。スキッドローっていうバンドがあって、僕大好きなんですね。アメリカのバンドです。で、ツルといえば、あれですよ。面白かったのが、男祭りっていうグランロデオさんのあれであって、僕らミニスカート履いて、やったライブがあるんだけど、で、飯塚さんがミニスカート履いてんだけど、両足つっちゃって、こう足がね、プルプルプルってこうやってなっちゃってるっていうのは、まあ今でも多分、なんだ、DVD か、なんかに残ってると思うんだけど、そう。あのね、ほんとね、尋常じゃない状況だよね、あれね、どっかしら、もう、僕もこの辺とかよく釣ったしね。うん。ずかみさん、そう、ずかみ。そうなんですよ。なんだっけ、なんとか缶、チェリー缶。ね、そう。面白いよね。あと、こう、なんか、ロデオのライブやってて、だから、Go for It っていう曲があって、それで IGPX っていう、ね、コーレスがあるんだけど、その前に釣っちゃって、で、たまたまその IGPX だったから、こう、なんだろう、助かったというか、こう、どっち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 ってドラムだけになって、なんか MC して、なんとかかんとか行くぜ、みたいな。そんな時だったんで、ちょっと直せた。それで ICPX ってもうどっちどっちで助けられたんです。他にもあって、ね、あれはインスティンクトライブっていうツアー、インスティンクトツアーの大阪公演で、飯塚のギターのここボディが俺のここに直撃して僕が流血した事件でもあったんですよ。大阪滝田流血事件で、ね、でバルさんのところでバルさんのところに集まって IGPX とかっていう時に振り下ろしたギターが僕のここに当たってもうね腰が回って、プロレスラーみたいな感じで、もうこうやって崩れ落ちて、やばいと思って。そして、こう手当てたら、本当に流血してるんです。でもこれはただ事じゃないなと思って、こう、袖に引っ込んで。その時にどっち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 つって、こう、お客さんを煽る声で、演奏しなくてよかったんで。で、その時に袖に引っ込んで、
なんでしょうね、包帯、包帯だと大げさなんで、なんかタオルかなんか巻いて、で、血が流れてこないようにして、ここから流血してたらプロレスじゃないんだから、なんかね、お客さん女の子ばっかりで、こう、ドン引きだわ。そんな事件もありましたね。昔ね。アジナさん、お怪我を本当にね、本当にね、すいませんね、本当にね。反省してます。怪我が多いのはね。12月のカウントダウンライブはありますか？いやー、それは今のところ聞いてないから、どうなんだろうね。ないんじゃないかな。今後のライブの 見方が知ってるかいな。秒で治るの。そうなんだよね。そう、流血事件は、あれなんですけど、V にはなってないんですけど、インスティンクトツアーの DVD を見ると、なぜか、こう、ヘアバンドみたいなのしてるんだけど。バンダの大阪以降かな。おぉ、よく知ってるね。おぉ。あの、パネルだったのはね、指怪我した時だったんですよ。あれ、パネル、ね、でしたね。そう、クラックスターツアーね。クラックフィンガーツアー。そうね、本当に怪我が多くてすいませんね。まあこんなね、僕ですけど、つい去年、違うか、一昨年か、もう夏、去年の夏だよね、ここ骨折してるんだよね。ほんとバカみたいだね、チャリンコでね。去年かな、うん、ラブベースっていうアルバムの、ね、CD を出して、その、ちょうどマスタリング作業みたいなのを家でやってるときに、さあ、家に帰ってマスタリングをしようと思って、こう、もうその曲のことが頭の中にあって、チャリンコで、こう、本当に、こう、池袋の駅前の一番人が多いところで、カーンこけた。でもここひびが入ってて、ええー、っていう。ねえ、本当に怪我が多くてダメでしたね。そこは本当反省。ね、パネルになったのも本当懐かしいし、あのパネルはどこにあるのかな。つけるんだったらもらいたいのとか、うん、今のところカウントダウン、なるほど、それは言って大丈夫だと思います。僕的にはないので、ね、これビーフじゃん、そういう。ほんとね、もう牛さんありがとうございます。ね、パネルね。あれでかいんだよね、結構ね。うん、おいしい。みんなはもうなんかご飯食べたの？こういうなんかおつまみで。なんかこういうつまみだけだと寂しいんで、最後なんか締めのなんか
麺ラーかなんか食いたいなと思っちゃうんで、ダメなんだよね。うん。味噌煮込みうどん。乾麺。ああ、いいね。あの、すがき屋さんっていう、多分愛知県だと思うんだけど、その、ね、味噌煮込みうどんの乾麺の有名なところなんですけど、あそこで、今、あれだよね、世紀末わがはいわ。世紀末とコラボしている、なんか、商品があるんだよね。そう、サラダ来てる。さすがに今からあれはないんだよね。もうね、こう、うん。飲んだ後は割とあっさりの、なんか醤油とか塩とかね。うん、ビーフジャーキー食べたい？そうなの？じゃあ、アンシャグ。あのね。うん。なかった。あごめんなさい。もう、ビーフジャーキーなかった。じゃあ、ジャッキーパルカルパス。ジャッキーカルパスをアンシャグでしょ。ね。はい。じゃあ、今日、お疲れ様でした。これ食べて、皆さん、もうそろそろこう、終わりにしたい。はーい。ああ、爆風。ということで、うん。ねえ、真央さんの飲み物、スーパーが。うん。じゃあ、本当にね、急遽、こんな感じで。ね、生配信とか言って。でも、言おうと思ったことは全部言えたのかな？これ。ちょっと待って。うん。一応ね、言おうと思ったことは言えたかな？うん。ということで、このね、放送じゃない、生配信で、こう、全部は言えないんだけど、楽しいツアーになると思うので、はい、皆さん楽しみにしていてください。ということで、一緒にライブ盛り上げましょう。ということで、これで盛り上がろうということで。ということでした。はい、じゃあ、そんな形で、1時間半ぐらいかな、ちょっとぐだぐだと喋ってきましたけれども、こんな形で、ファーストインテンション、ね、決起集会、終了にしたいと思います。ということで、もう一回じゃあ乾杯して終わりにしたいと思います。じゃあ、ライブの成功を祝して、というか、祈願して、乾杯。はい。ということで、今日の配信、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあね、お疲れ様でした。おやすみなさい。